ロンドン地下鉄1986系電車は1986年1987年に製造され、ロンドン地下鉄セントラル線、ジュビリー線で試験を行った試作電車、1992系電車の試作車と位置づけられる。ロンドン地下鉄の2種類ある車両サイズのうち小さい方のサイズの車両群に属する。ロンドン地下鉄の次世代車両の試作車として、 車体製造方法、伝送品、客室内レイアウトに数々の試験要素を盛り込み、2両1ユニット X2 の4両編成3本が1986年から1987年にかけて製造された。各編成は乗客の反応を確認する試験で識別が良いな、要それぞれ別の車体色に塗装された。製造者、車体色、車両番号を可表に示す。 各ユニットを組み合わせて、編成を組むことが可能なよう設計されていた。大型アルミ押し出し型材を溶接して、車体を構成、軽量化、工作の容易化のため、戸袋が廃止され、ドアが外吊り式となった。1952軽電車のモックアップで試験された、窓が屋根アールビまで回り込むデザインが初めて採用された。セントラル線での各種試験の後、 ジュビリー戦で1988年5月8日から試験的営業運転を行い、当初1989年9月末までと予定されていたが、1989年8月14日にニーズデン駅で脱線事故を起こし、営業運転から外された。A、C 編成はニーズデンで、B 編成はアクトンで保管されたが、1996年8月から10月に、 かけて、ロンドン交通博物館、アクトン車庫に収蔵された16号車を除いて、解体された。量産車である1992系電車は、ブレルに発注された。ありがとうございます。